本日が5月14日土曜日、ただいまの時間が午後7時を回ったところです、はい、本日のお相手は私佐藤博之と、はい、制作部の相沢と、お久しぶりです小林です、よろしくお願いします。さてさて、はい、昨日は13日の金曜日だった。はい、なんでわざわざ無事に終わりました。昨日ちょっと帰り道怖いな。嘘ですよ、さっき思い出してた。いや13日の金曜日に合わせ鏡しちゃダメって昔言われててね。あ、私そういうのすごい気にするんで、あの、日にちとかすっごい気にしてた。合わせ鏡かどうかは覚えてませんけど、合わせ鏡をしてここに顔を映すと鏡の中から出てくる。え、それって深夜0時とか、なんか3時とかそうじゃない？そういうのがいろいろ混ざってんだろうね、多分ね。何の話ですか？いや、怖いなぁと思って。まあまあまあ。話から始まる。本当ですよ。明るく、ね、無事乗り切ったんだよね。そうそうですね。無事に乗り切った方が。昨日一日をね。うん、あ、よかったよかった。で、今日はもう、はい、ハーフタイム、はい、最後の稽古日でございます。ね、はい、投資が行われました。はい、その模様なんかもね、後々お伝えできたらなと思うんですけども、ね、はい、何からお伝えするかと言いますと、はい、今出てたこちらです。キャラメルボックス2011ハーフタイムシアター水平線の歩き方とヒアカムズザさんの空席情報からいきたいと思います、はい、その前に、あ、はい、ではキャスト変更のお知らせです、はい、ヒアカムズザさんの方に出演予定でした西川博之が体調不良のため、当面ですね、出演の方を見合わせることになりました、はい、代役としましては、水平線の歩き方に主演をします岡田達也が務めることになりました。はい、はい、も先日ブログなどで発表された通り、西川が退院、退院ということで、はい、ね、ね、今日も見に来てくれてましたよ。投資芸人、ひなも今日も、ね、来てくれてね、ありがたい、元気な姿で、はい、すごい元気ですよ。そうですね、はい、もう少々お待ちください、はいはい、よろしくお願いします、はい、まずは日程から、はい、大阪公演です、はい、大阪公演は5月19日木曜日から22日日曜日まで、はい、梅田芸術劇場シアタードラマシティで行われます、はい、こちらは今どんな状況でしょうか、はい、こちら最終日5月22日日曜日の方が一旦ご予約を終了させていただいております、はい、前日予約かあとは当日券のみのご案内となりますので、はい、もし他の日に行けるという方はまだまだ平日あとは土曜日の夜など大丈夫ですので、うん、はい、そちらの方でご予約いただければと思います。前日予約の Z だね。はい、あ、そうです、 Z がつきました。はい、はい、続きまして東京公演です、はい、東京公演は6月2日木曜日から19日日曜日まで池袋サンシャイン劇場で行われます、はい、こちらは今どんな状況でしょうか、はい、こちらも千秋楽6月19日日曜日の会が前日予約か、はい、あとは当日券のご案内となります。あと土曜日のお昼の会はもう1階席がかなり少ないので、うん、もう2階席のご案内になる可能性もあるんですが、はは、まあ、2階席お好きという方もいらっしゃるので、多いですね、はい、まだ今でしたらお席をですねご案内しながらあのご予約いただけますので、うん、ちょっとこだわりがある方はぜひお電話とかあとは全然どこがいいのかわからないという方もぜひ電話であの聞いていただければと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。6月の14日どうなりました？6月の14日は何かありますね、これは。何かがあります。ちょっとこの日がちょっと苦戦しておりまして、ね、どうしてどうして、もう6月14日に来ていただきたいと思います。お願いします。わかんないけど、なんでですか？今の6月14日もうそこだけなんかぽっこり、もうご予約いただければね、なんでだろう、高級席が今ね、何があるんですか皆さん、ステージとなっておりますので、どうだろうね、14日何曜日ですか？火曜日の夜ですね、でそうですね、19時なので、まあ、ちょっと、うん、お仕事の帰りでも来れるんではないかと、5時に終わってくるとかも、ね、大丈夫だと思うんで、14日お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続きまして、はい、演劇集団キャラメルボックス緊急公演ボリューム1、はい、ケンジ登壇元気、こちらがですね6月7日火曜日から17日金曜日まで、サンシャイン劇場で行われるんですが、はい、日程がですねそのハーフタイムシアターをやっていない時間、はい、空いている時間、空いている時間にやります。細かいのはホームページをご覧ください。はい、それはない、はい、千秋楽の6月17日のみ15時開演ですので、こちらも間違いないように、はい、そうですね、時間が違うんですね。よろしくお願いします、はい、そしてはい、こちら剣士登壇元気なんですけれども、はい、ちょっといつもと違う割引があるのでちょっとご案内をさせていただきます、うん、親子割引というのがありまして、こちらですね、中学生以下のお子様とお父さん、はい、お母さんでご予約いただけますと、はい、お子様のチケット代金が半額の2000円でご予約をいただけます。素敵。こちら、はい、キャラメルボックスのお電話のみですので、はい、あの電話の際にあの親子割引でお願いしますというふうに一言お知らせください、はいはい、あと当日券の割引ですけれども、はい、ハーフタイムシアター
ターのチケットの半券をお持ちいただくと、うん、現地島探検機の当日券が300円割引になるという約がありますので、はい、両方見ていただければね。そうですね、2人も見てから見て、はいはい、フラット当日券で来ていただいても、はい、大丈夫だと思いますので、はい、よろしくお願いします。そして現地島探検機はあの必ずアフタートークをね、そうですね、はい、17日以外の、ね、はい、うん、最終日以外 は, 以外は、はい、アフタートークもありますので、はい、素敵なゲストの方をご用意しておりますのでね、はいはい、これもまあ発表になるのかどうかわかんないですけど決まり次第、そうですね、はい、はい、お伝えしますのでこちらもお楽しみにしてください、はい、よろしくお願いします。続いて銀河戦慄、はい、来た。こちらがですね7月3日日曜日から5日火曜日まで、はい、小さいということで、はい、ブルー、レッド、グリーン、チームね、3色、はい、うちの母親これブルーやるのって言ってましたけど、ね、あ、違うよっつって、うん、おうちさんのブルーは違う、そう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 お母さんびっくりしちゃったって言ってて違いますのでね、2チームが銀線と1チームがブルーやる、そうそうそう、よくわかんない、ちゃんと見なくなかった。こちら場所は山のホールという代々木にある、はい、初めての、初めてのそうですね、はい、はい、僕らもなんかどうなのところかわからない、なんか大きい、はい、ところなんですよね、はい、はい、こちら検事所探検機と銀河戦慄両方とも、はい、同じご予約ご予約ですが、はい、24日ですね、はい、火曜日 10時からなんですが、キャラメルボックスのお電話は12時からになりますので、はい、お気をつけください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ちょっと先の話になるんですけど楽しみですね、銀河戦慄、そうですね、はい、久々に僕が入る前の年にやったやつ、懐かしいですよ、シアタープルに見に行きました、はい、あの時語り出しましたね、思い出が、びっくりした、で、なんか2ついっぺんに見るから、うん、でも席も同じじゃない、同じだったんだ、確か違ったかな、2作2チームで行く、うん、あ、でも1回出なきゃいけない、あ、へぇ、いていいんですか、すいません、出てください、全員入れ替え、完全入れ替え、映画館みたいですね、映画館みたいだった、うん、そんなのすごい覚えてますね、はい、よろしくお願いします。何でしょう。まあ、はい、はい。続きまして、はいはい、キャラメルボックスアナザーフェイス夏休み後辞典、はい、こちらがですね、8月3日水曜日から11日木曜日まで新国立劇場小劇場で行われます。はい、キャラメルボックスと歌劇客のコラボレーション。はい。すごい。楽しみです。ついに詳細がホームページで発表になりました。なんと、はい、テストとかってことですか。はい。お、ね、もうあの日程ですとか細かいところもぜひ。またチラシはちょっとまだ。ここで発表できないんですが、なんで、もう少々お待ちくださいあるんですよ決まり事が、ね、なのでホームページでぜひチェックをしていただければと思います。さっき見ましたよ、試合室で素敵なチラシ、はい、かわいらしいチラシでね、はい、なんか今までのキャラメルボックスはないかも、そうですね、ちょっとかわいい感じで、はい、ね、あ、状態めちゃいけない、あ、すいません、もうじき、もうじき、僕は手帳に入れようかと思って、手帳に、それ結構、あ、僕でもそちらしかも折りたたみ手帳に見る、あ、A 型さんですか、見るやつだね、私厚ぼったくなっちゃうから、そう、厚ぼったいのがさ、なんかさ、俺なんかいろんなもの抱えてるなっていう感覚感っていうのわかる、それまたこれ劇団員聞いたからまたもうまたって言われますよ、だからさ、1月が一番寂しいんだよねって言われますよ、え、どういうこと、1月、12月までパンパンなのよな、で、1月になったら途端にえ、またこれから増えていくってワクワクしないんですか、ないです、なんか重要ですか、ね、こう空のところにこう入れて、ね、また今年増えていくぜって思わないもん、なんでマイナスに考えるんですか、いいじゃないですか、いつもパンパンなものがなくなっていくっていう、知りませんよ、じゃあ入れとけばいいじゃないですか、去年の分それ見たら、ね、入れ替えていけばいいじゃん、それはその A 型さんとしてダメでしょって、それわかりませんけど、私はどちらがいいですか、だってやってないんだから1月に、ね、1年切り替えるっていう、わかります、こういう感じ、私はよくわかるんです、わかると思うんだけど、わかんねえかな、わかんないでしょ、だってそういうタイプじゃないもんね、あの、チケットは取っておきますね、あ、確かに、あ、取っておく、取っておく、え、それ手帳に、あ、チケットの箱があって、それとちょっと似てるかもしれない、で、後でちょっと見て、あ、こういうの見たんだ、でもそれは減らないもんね、どんどん溜まっていく、はい、溜まって、そうすればいいじゃないですか、チラシ入れを作ればいいから、そしたらどんどん溜まっていく、で、後でちょっと見たりとか、それはさ、家に置いてあるでしょ、うん、やっぱ持ち歩いてるものでさ、なんかさ、こう、手帳が分厚いとさ、なんかなんすか、なんだろう、俺働いてない、働いてるんだけど、働いてるっていうか、そのなんか、働いてないんですか、なんだろう、会社員じゃないんだけど、うん、サラリーマンなんか、なんかビジネスマンみたいな、あ、俺やってるぜ感が欲しいってこと、俺ビジネスマンってことわかんないかな、わかりません、
そんな夏休みに、そんな夏休みやってる方いたらぜひね、多分紹介お知らせいただけるのそっか、あ、分かる分かるっていう人いるかもしれないね、絶対やってますとかいう方がいらっしゃったらなんかご連絡ください。よろしくお願いします。いや、お待たせもしております。そうですね、こちらよろしく。はい、続きまして、劇団100円情報です、はい、こちら、畑中智之出演、朗読おとぎ草子2011、99の涙、涙が心を癒す朗読会、長いだね。こちら6月3日金曜日から5日日曜日まで日本放送イマジンスタジオで行われますが、畑中智之出演は6月3日金曜日19時の会となっています、はい、のみ、はい、合鍵という作品。なんか素敵な題名じゃない、ね、想像が広がる。なんだろう、一、人ですよ、畑中。うん、何も知らない、っつって。ここまであったら覚えるんですかって言ったら覚えるみたいな、読むんじゃないんだ、読むんだけど、一応読むんだけど覚えて、いけるんですかね。6月3日ですか。いけないですね。いける、6月3日はいけません。いけないですね、はい、残念です。サナさん頑張ってください皆さん代わりに、心は、ね、心は日本放送に、はい、でもハーフタイムもやってます、はい、ハーフタイムもやってます。こちらもこの日はじゃあ待たなかったところでしょうがない。そうですね、本当みんな行っちゃったらどうするんですか。みんな行っちゃったら困るけど、みんな行かないし、ね、応援してあげる、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうしたの、はい、いや、なんか不思議な空気じゃないですか。こんなでしたっけ、いつも毎週こんなの、本当に毎週結構いろんなカラーでお送りしてる。あ、そうなんです、人によってね、私久しぶりだからかな、ね、なんかこの溶け込めない感じ。そうそうそう、これ今日投資稽古終わった後だからねテンションがちょっといろんな、あ、確かにぐちゃぐちゃになって、わっちゃわっちゃになって、どんな感じですか。どうだった、今日本当に投資稽古しかしてないんですよ、うん、あのダンスの回収稽古をして投資稽古のみだったので、どんな感じ。ヒアの話全然してないのよ、ここ最近。だって竜兵戦しか俺見てないしさ、出てくるのもオタダとかだからさ、だからヒアの話。何それ、オタダを非難してます。違う、だからほら竜兵戦チームでしかやってないから、ヒアの人が出てない、ヒアの人がね、来てくれない。そう、あ、そうか、だってね、稽古時間が違うから。初ヒアの人なんですよ。おー、だからヒアのこう、ヒアはどんなところがね、見どころだとか。これだって新作ってどうなんでしたっけ。わかんない。ヒアカムズザさんだよ、うん、どういう意味これこれあれですよね、ビートルズの歌の曲名、ね、曲名、ね、うん、これジョージが太陽みたいなっていうようなこと言って違います。違うの、はい、違いましたそういう風に言ってたんですか。うん、今思ったの、今思ったの、うん、これなんて言ったらいいの。でもカラーがね、やっぱ、まあ、ハーフタイムっていつもそうだと思うんですけど、うん、全然違うと思うんですよ。作品もそうだし、人、そのだからやっぱり集合するね、人たちによって変わるじゃないですか。これが例えばだから、もうちょっとメンバーが入れ替わったらまた違う空気に絶対なるし、当たり前だけど、それがなんかすごい出てるなって思いますね、うん、ヒアの人たちってそういうか、みんながそれをなんか、なんていうの、グループ感みたいなのを感じながら稽古も投資もやってる感じがすごいして、うん、なるほどね、うん、うまく説明できない、一体感というかね、うん、それはすごいあります。なんかそうだね、はい、水平線はね、やっぱりね、そのお茶の間があって妙になる、不思議ですよね、あれはあれで ね、そう、私初演の時にすごい不思議なものを見ているなって最初思いましたもん、やっぱり幕が開いてとか開演して、それから考えたらヒアはキャラメルで切ってればっていうか、ね、うん、でもあのセットもすごく斬新というか、そう、ね、素敵なセットになってるので、うん、全然変わりますよね、だから全然違 う、 パッと見で、それはだから、はい、そう、転換した後とかすごいやっぱり楽しめると思います。おーってちょっとなると思う、はい、という感じでお時間となりましたので、はいはい、こちらの放送は来週月曜日には更新される予定です、はい、それでは皆さんまた来週、バッハハー。はい、ここからはキャラメルボックス PV をご覧の皆様のおまけコーナーです、はい、さてさて、今日ね、投資稽古が終わりまして、はい、セット稽古が終わって、はい、あとは大阪に行って、はい、場当たり芸能をして本番を迎えるわけですけれども、うん、ハーフタイムはね、稽古時間がずれてるんですよ。お互いの稽古ずっと見ないまま、はい、投資稽古で初めてなんて、ね、お互いのどういうのを見るかみたいな感じで、水平線なんかは、はい、まあ、再演だし、うん、その読み合わせの日もね、最後まで
配音があったから日あるし、まあ、何となくね聞いたら分かると思うけど懐かしいんだよね。そう、はい、本当にだから4日5日前に初めて日あの前方を見たの。どう、それはどういう、達也さんは全然違う、はい、そうですね、今回両方ともね、はい、そう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 、なんかここつけなかったどういうことですかどういうことですか、文句言ってますよ。文句じゃない、かっこいいよね、ピアノの達也かっこいいですね、うんうん、渋い、全然別人、うん、うんうん、あ、見た、あ、見ました、書きました、どうも、どうも、もう作品の雰囲気も違うし全然違うよね、はい、達也さんも全然違う人、まあ、ジョージが主人公でピアノとはいるので、はい、なんか、うん、それも面白くて、あのギリギリのところでやってくるとかね、うん、面白い、笑いとか、笑いとか、笑い、そうですね、うん、でも今回、ナオトもね、結構いろいろギャグ、はい、面白い、ヒアはね、で、ここ数日で大幅にいろいろ変わってるんですよ、そうなんですよ、僕言うのもなんですけど、いろんな新作にありがちな、ギリギリまでこう練って練って、練って練って、だからね、だからでも私たちは稽古でちょっと変わったり大きく変わったりいろいろ経験するんですけど、はい、投資で見るわけじゃないですか、うん、全然違うの、うん、そうやってやっぱ新鮮ですよね、そういう形の感想とか、そう、あとあれなんかこんなシーンだったかなと、うん、すごい あんまり変わってないのかな、もしかしてと思うようなところでもすごく変わったっていう意見だったりとかすると、うん、あ、そうなんだと思って、うん、もうもう微調整とかだとね、そのやってみない、通してみないと分からないじゃないですか、うん、少しのその変化でも全体見ると、うん、全然印象が違うよってなると、あ、やっぱりそうなんだって言葉って大きいな、誰を見るかって変わってきて、うん、あ、うん、でもね、1回目の投資の時に出て、うん、あれって思った疑問点がね、2回目の投資になんか直ってて、うん、で3回目、3回目ブラッシュアップされてたからかなり面白い、段階としては素晴らしい段階を、いや素晴らしい段階を、うん、ってことですね、思いますよ、それは佐藤財からすればね、これはなどんな愛だ、見てるんじゃないですか、だって見たら後で、いやいや、見てたじゃあ見てくださいって言っておきます、私絶対にやめてください、佐藤ズ愛っていうのをちょっとあるらしいですよって、これあれキャメルボックス TV のやつじゃない、なんですか、過去にやってたね、あ、見たことない、あのアシスタントの子は必ずなんとか愛、あー、あ、女の子たちが、そう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 、そんな感じの、いや、あなたが言うかしら、つらいが言ってましたもんね、言ったんですよ、だってそんな感じでやってるんですけども、なるほど、水平線はどうでしたか、年ですか、懐かしい感じでしょ、はい、私あの初演をね、客席で母親と並んで見て、あ、やっぱりね、うん、すごいね、最後とかね、泣いたんですよ、うん、見てて、そう、だから好きですね、すごく世界は、急にやっぱり変わるじゃないですか、大きく、うん、なんか変わってからの最後までがね、最後の終わり方素敵ですよね、って思う、うん、あれを一番前の席で見ると本当にね、お腹減ってくるらしいですね、いろいろ、いろんな香りがね、そうですね、美味しい、美味しい香りがするっていうのでね、それアンケートによくあったんじゃないですか、あったあった、なんかお腹空いちゃいましたって、そう、それで言うとコーヒーの匂いかもしれないね、そうですね、いろんなの珍しいパターン、そう、あ、やっぱ細かいお家のものが置いてあるとかってね、あんまりないですもんね、うん、もうね、でもね、3年前、2008年これ、はい、水平線、はい、時は全然思わなかったんだけど、あの、今年になってみると、はい、やっぱりこの時は自分、3年前自分で結構目いっぱいだったんだけどね、その自分のやる役もちょっと僕は3年年取った分、その後の方にこれ年代が、うん、説明が難しい、水平線が1時間の間に結構時間がかかってるんです、あ、はいはいはい、はい、どっちの方に僕があの思い入れができるかというと、やっぱ前は若い方の方だったんで、ね、自分に近かったから、若い方の気持ち分かったんですけど、やっぱ今年になってやってみると、やっぱ岡崎コーチの最後の方とかの、その35歳ぐらいの方の方にすごく共感できるというか、年を取ったってことですね、年を取ったってことですよ、私も、いや、でもだって35歳ですよね、うん、最後34歳だから、うん、そうなんだよ、ね、やっぱ近いんだよね、はあ、それはね、よくわかる、思うし、うん、あのおじやとかやっぱすごい好きだったし、わかるよね、すごいわかる、その気持ち、うん、その親父ギャグとかもだいぶなんかバカでね
親父側はでも出ますよね別に。でもやっぱまだちょっ と, またちょっと前まではやっぱ言いたくないっていう自分もいるわけ、その大事だよね、はい、とどめる、これは言っちゃダメみたいな、はたから見たら親父が言ってたでしょって言うけど、いやそれは氷山の一角でもっと隠してる部分あったんですよってところをもう最近はもう結構もう出ちゃってるから、そういうのだいぶおじさんに近づいたかな、いい方向に進んでるって。いやだから老けたってことですよ、老けたってことです、 おじさんによりね近づいたってことですよね。そう、その分円熟味を増してお芝居しておりますので、ぜひぜひ見てください。おじさん話して終わりました、はい、大丈夫、そんな感じでお時間となりましたけれども、はい、こちらの放送も、来週月曜日には更新される予定です、はいはい、それでは皆さん、それでは皆さん、それでは皆さん、はい、さようなら、3回言いました。